皆さん、こんにちは。佐藤大輔です。佐藤のラジオ、第788回、よろしくお願いします。はい。今回は、2024明治安田 J1 リーグ第26節、名古屋グランパス対東京ベルディの一戦について、感想を話していきたいと思います。試合は、8月11日日曜日、19時、トヨタスタジアムで行われました。はい。で、まず、名古屋グランパススターティング11なんですが、ゴールキーパーランゲラック選手、ディフェンダー右から野上選手、三国選手、川面選手、 ウィングバック右に中山選手、左に泉選手、ボランチは稲垣選手、椎橋選手、シャドウの位置に菊池選手、山岸選手、センターフォワードパトリック選手という11名となりました。まあ、内田選手、森島選手、出場停止の中、どういった選手がというところで注目でしたが、内田選手に代わって右のセンターバック野上選手、森島選手に代わってシャドウの位置に菊池選手がそれぞれスターティングイレブンということになりました。 まあ、菊池選手はね、加入後初出場、初スタメンということで、どんなプレーをするのかなというところで、非常に期待感、注目度、高いのかなと思っておりました。で、ベンチを見てみると、吉田選手、久保選手がベンチ入りということなんですが、長井選手はこの試合もベンチ外ということですね。まあ、コンディションの問題なのか、ベンチ外が続いているということなのでね、早く戻ってきてほしいなというところかなと思っておりました。 はい。で、試合振り返っていきたいんですが、まずは前半からですね、試合の入り、互いにロングボール主体でというか、まあ、なるべく相手陣でね、プレーをしていきたいな、リスクを減らしたいなというところで入っていたかなと。で、そんな中、グランパスはね、しっかり前線の3名、連動したプレスをかけていくと。 いうところで、前半7分、早速先制点グランパスでしたね。パトリック選手と、パトリック選手前説についての先制弾ということですね。アシストは菊池選手、早速結果を出してくれたということですね。まあ、パトリック選手ね、今日もしっかりと決定力示してくれたなというところでした。で、得点後は、ベルディもね、攻撃に出てきて、ベルディが補充をする時間増えてきたんですが、まあ、グランパスもね、しっかりと要所要所は対応していくというところでしたね。で、前半の 後半にはグランパス再びあのペース握り返して前線からの守備からね攻撃しかけていくというチームも見られたんですがスコアは動かず前半1対0で終了ということですね。まあ前節ほどではないと思いますが今日もねグランパスとしてしっかりとね狙ったプレーできていたのかなと思います。で何よりね先制点奪ってリードで前半を終えられたということで今日もいい前半だったのかなと思います。まあねリード前半で奪えたので 今日こそ、この前半、リードをね、勝ち点3につなげてほしいなというところかなと思っておりました。はい。で、後半なんですが、後半開始戦で選手交代はなしということですね。まあ、ただ、後半立ち上がりですね。早々、山田風紀選手に似合う上、すごいゴール決められたんですが、VR チェックの結果、わずかにオフサイドという判定でグランパス助かったなということですね。まだまだね、1点差なので、グランパスも積極的にね、追加点を奪って、 行って欲ししいいなというとうころでした、まあ、ただ、後半13分、アクシデントですね。菊池選手が足を気にして交代ということで、重弘選手が代わりに入ったということですね。菊池選手、今日非常にいいプレーしていただけに心配ですね。本当にけが、軽傷であってほしいなというところですねで。後半22分、ランゲラク選手、ビッグセーブですね。染野選手のヘディングを指先で弾き出したと。 ということで、本当に大きなセーブだったと思います。で、後半25分、シアス選手、オシーシューと放つんですが、わずかにね、枠を外れてしまうということですね。で、このあたり、後半30分あたりからですかね、グランプス運動量かなり落ち始めてというところ、まあ、苦しくなってきたなという状況でしたね。後半33分、パトリック選手アウト、ユンカー選手インと。まあ、ここもね、1枚しか変えられない、ちょっとね、 展開的に入れられる選手がなかなかベンチにいなかったのかなというようなところで、後半46分には中山選手アウト、久保選手インと、まあ、最後の交代も1枚交代にとどまるということでしたね。で、本当に後半ベルディーペースの時間長くて、グランパスとしては苦しい苦しい45分プラスアディショナルタイム7分というゲームだったかなと思います。まあ、ただそれでもね、ランゲラック選手だったり、三国選手を中心にね、 しっかり、なんとか、守り切って、後半0対0、トータルスコア1対0ということで、グランパス苦しいゲームをものにしてくれました。はい。で、この試合の感想なんですが、まあ、前半ね、最先よく先制点を奪えて、まあ、ただ、さすがにと言いますか、かなりハイペースで前半入って、後半少し体力落ちてきたところで、まあ、ベルディも攻撃に出てきて、 まあ、後半はかなり苦しい苦しい45分間プラスアディショナルだったんですけれども、まあ、なんとか耐え切ってね、あの、勝ち切ってくれたという素晴らしいゲームだったと思います。よく勝ってくれたというところですね。で、まあ、後半ね、あれだけ運動量落ちてきて、本来であればもう少し選手交代、 したかったところだとは思いますが、ま,あ、まず一つはアクシデントで菊池選手を下げざるを得なかった。そこでね、一つカードを使わざるを得なかったっていうことと、まあ、あとはやっぱり今日のゲーム大前提として森島選手と内田選手が共に欠場ということで、まあ、2枚選手層が普段よりも厳しい状況で始まっているということを考えると、1対0のね、状況、かつ、 ベルディがかなり積極的に来ている状況で、守備強度を落とさず、なかなか安心して投入できるメンバーが、まあ、少なかったのかなというふうに思います。まあ、菊池選手入って、ユンカー選手入って、最後、久保選手入ったの後半の46分でしたから、まあ、実質的には本当に2枚変えただけで、ほぼほぼ90分戦い切ったというような状況でしたね。まあ、なかなか変えられるメンバーいなかったというような実情なのかなというふうに思います。まあ、前半からね、 前線、本当にプレス、かなり、あの、激しくいっていましたし、あとは特に山岸選手なんかはね、あの、ハイボールのターゲットなんかで何度も捨ててということで、まあその山岸選手、後半30分あたりからね、本当になかなか厳しそうで、攻撃も守備もなかなか、 大変だというような状況で、本当であればね、あのー、ここ、あのー、変えられる選手、例えば運動量あって守備強度も高いというような選手、まあ中盤の選手がいればね、山岸選手に変えてというところだったと思うんですが、まあ先ほど言った通り、競技に関してはね、主力2人が出場停止で欠場していて、まあそもそもね、選手層がかなり厳しい状況だったので、まあ仕方がないのかなというふうに思います。まあその中でね、失点せず、あの、勝ち点3を もぎ取ってくれた、クリーンシートで終えられたっていうのは大きいなというふうに思います。まあ、後半はね、まあ、ちょっと失点してしまうかもなみたいな嫌な雰囲気もあったんですが、そこをね、守り切ってくれたという感じですね。まあ、たまにはこういう試合1対0の勝利みたいな試合もあっていいでしょうということなのかなというふうに思います。まあ、たださすがにね、なかなかこういう試合というのは続かないと思うので、あのー、次はね、あの、追加点を奪ってほしいなと思いますし、まあ、あの、出場停止の二人もね、 まあ、森島選手に関しては次戦戻ってこれると。内田選手に関してはもう一試合出られませんがというところですけれども、あ,あの、まあ、森島選手戻ってくるっていうことは大きいというふうに思いますので、もう少しね、あの、いい戦いできるようになってくるといいなというふうに思います。で、まあ、今日本当に後半はさすがに苦しくなったんですが、試合の入り前半は前節の京都戦に続いてね、いい戦いできていたのではないのかなというふうに思います。まあ、 ディフェンスラインからのプレー選択は、あの、中断前のような難しいプレイ選択というよりはね、パトリック選手であったり、山岸選手の高さを活かすようなボールを、あの、供給していき、で、さらにね、相手陣深いところ、相手ボールになったら前線三院が連動してプレスをかけていくというようなところで、まあ、奪えないにしてもね、あの、パスコースを限定したり、相手にボールを蹴らしてうまく回収をしてということができていたんじゃないのかなというふうに思います。 で、まあ、いい形で奪ってね、攻撃につながるようなシーンもありましたし、まあ、やっぱりいい守備ができて、こそ、攻撃のチャンスも増えてくるのかなというふうには思います。で、今日なんかは後半本当に苦しくなってなかなか交代できるメンバーもいませんでしたが、まあね、先ほど言った通り次は森島選手戻ってきますし、で、その次の次ですね、内田選手戻ってくるし、ということで、もう少し、あの、選択肢出てくるのかなというふうには思います。 で、まあ、やっぱり戦い方自体はね、こういった今日みたいな戦いを継続しながらね、まあ、できればね、次は先制点だけではなく追加点も奪ってというような勝利してほしいなというふうに思います。まあ、毎試合クリーンシートというわけにはいかないと思うので、やはり勝ち点3を取るためには2点以上複数得点というのはなかなかね、必要になってくるのかなと思いますので、そういったゲーム期待したいなというふうには思います。で、まあ、 やっぱり一つ一つ勝っていくしかない。まあ一戦一戦戦っていくしかないということだと思いますが、まあ中断明け戦い方が整理随分されてきたように思います。まあこの中断期間ね、本当にうまくチームを立て直してくれたなというような気はしております。で、あのー、今日はね、そういった戦い、特に前半ですね、継続して勝ちという結果を出すことができたということで、 まあ、あの、取り組んできたものが結果になるというのはチームにとって大きな自信になると思いますし、まあ、ホームでね、勝てたことで勢いもまたついてくるのかなというふうに思います。なのでね、こういった戦い方継続して、まあ、さらにね、改善よくしながらね、あの、勝ち、勝ち点3というものを重ねていってほしいなというふうに思います。はい。で、今日よかったなと思った選手を挙げていきたいんですが、まあ、まずは菊池選手ですね、デビュー戦アシストを記録と、 いうことで、アシストしたシーンだけでなくてね、今日は本当に森島選手が欠場をしていたという事情もあって、誰がね、攻撃を担うのかというところで、そういった役割しっかり果たしてくれたのではないのかなと思います。攻撃時ね、積極的にボールに関与していって、まあ、スルーパスもそうですし、左足のクロスでもそうですし、攻撃をね、活性化させてくれていたなというところで、非常に良さを発揮してくれたなと。で、あとはまあ、タフに戦えるタイプですので、 非常にいい選手入ってきてくれたなと思います。で、ボール入った時はしっかり持てるというかね、森島選手だったり、泉選手のような、まあ大枠で言うとそういったタイプの選手がまた一人増えたなという感じですね。で、監督はどうやらシャドウで考えているようなので、森島選手戻ってきた時に、 まあどういった選手起用になるのかなというところも楽しみですね。まあどちらか一方だけということではなくて、この二人がね、同時にピッチに立ってと、で、さらにそこに泉選手も絡んできてっていう風になると、 面白そうだなと。で、フィニッシャーはね、パトリック選手だったり、ユンカー選手だったり、山岸選手だったりということで、まあそういったところで、あの、さらに攻撃力増してくれるのではないのかなっていうようなね、今後にさらに期待感を持たせてくれる今日のデビュー戦だったのかなと思います。まあそれだけに今日ね、足を気にして交代したのは非常に心配ですね。願わくば、次戦もね、元気な姿を見せてほしいなというふうに思います。 で続いてパトリック選手ですね。まあ今日もゴール取ってくれたということで、さすがの得点力という感じですね。まあ現状ね、グランパスチームとしての得点力というのはなかなか上がってこない中で、決定機をしっかり決めきってくれるというパトリック選手は本当に貴重かなと思います。まあこれでリーグ戦3試合で4ゴールということですね。まあ今本当に乗っている点が取れていると。 いう状況だと思いますので、まあ、この流れのまま取れるだけ取ってほしいなと、次も取ってほしいなというふうに思います。 で、最後はランゲラック選手ですね。まあ今日もノルマのようにビッグセーブをしてくれていて、まあビッグセーブも本当にチームを救ってくれて、まあ今日は本当に一点もののセーブもありましたし、あとはやっぱりそれ以外のプレーですよね。ハイボールの処理なんかも本当に的確だなと改めて思いました。まあキャッチするところは確実にキャッチしてくれますし、弾くときにはしっかりとね、相手がいないというかピンチになりにくいところを選択して弾いていると。 いうことですね。まあ、今季限りでグランパスを離れてしまうというところなんですが、まあ、こういったところにもう慣れてしまっているので、まあ、来年はね、その存在の大きさっていうのを痛感させられそうで、まあ、ちょっと怖いなというところはあると。まあ、それぐらい本当に素晴らしいプレイヤーだなというふうに思いますし、まあ、なんて言うんでしょう、安定感という言葉はね、ランゲラク選手のためにあるというような、本当に存在かなというところを今日も見せてくれたなというふうに思います。 はい。で、次戦なんですが、8月17日土曜日、ホームにサンフレッチ広島を迎えます。広島、現在3位ですね。まあ、今季も強いぞ、というところで、まあ、その強い広島に対してグランパスがね、どんな準備をして、どんな戦いを挑むのかというところですね。まあ、グランパスもね、中段明け戦い方が整理されて、今日勝つことができて、調子も上がってきているのではないのかなというふうに思います。まあ、さらにね、ホームで戦うことができると、今日もね、4万人を超える、あの、ファンサポーターの方、 スタジアムに入っていたということで、素晴らしい雰囲気だったと思います。まあ、次戦もね、まだ、あの、夏休みというところだと思いますので、同じくね、非常にいい雰囲気になるのではないのかなと思いますので、まあ今日のようにね、先手先手を奪って、あのー、有利にね、試合を進めていってほしいですし、チーム全員でハードワークをしてね、連勝をしてほしいなというふうに思います。で、これまでなかなか勝てていなかったので、まあ、ここからはね、逆にどんどん連勝を伸ばすようなね、あのー、 姿見たいなというところです。で、まあ現状とはいえというところでね、まだまだ負け数がね、勝ち数よりも2つ多いので、まずはそこを五分にしてほしいですし、得失点差もマイナス2ですので、そこもプラスにね、なっていくといいなというところですね。まぁ、あ、一度に達成できることではないので、まあ、やはりね、一つ一つ目の前の試合に集中してそこを勝っていくということを重ねていってほしいなというふうに思います。 まあ、やっぱ一つ勝つとね、こうやってポジティブなことも考えられるということなので、まあ、勝ち、勝ち点差大きいなというところを改めて実感しているところですね。で、こうやって勝つことができて、まあ、あの、グランパス勝ち点差が近いチームも本当に増えてきたので、まあ、連勝することができれば順位もね、またポンと上げられるのではないかなと思います。まあ、次戦もね、ホームでグランパスの勝利期待したいなというふうに思います。 はい。そんなところでサトーンラジオ第788回。今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。